ねえねえ、さよこ聞いたよ、次の公演センターなんだって。おめでとう。マジで？すっげー、やったなさよこ。ありがとう。私いつも以上に気合を入れて頑張るつもりだよ。公演まで毎日特訓して、恥ずかしくないステージにしないと。特訓か。よし、それさ、私も付き合うよ。誰かと一緒の方が絶対やる気出るもんね。俺も俺も。特訓ってなんか燃えるよな。のりこさん、すばるちゃん、はい、よろしくお願いします。じゃあ二人とも早速特訓メニューを組んでみない？お、いいね。どうせならいつものレッスンじゃできないようなことにチャレンジしたいよね。そうだよな、なんたって特訓だもんな。やっぱ特別じゃないとダメだって。プロデューサー、のりこさんとすばるちゃんが特訓に付き合ってくれるそうです。何をするかはまだ決まってないですけど、最高のステージができるように全力で頑張ります。わかってます、やりすぎは禁物ですよね。でも私、やり残しもないようにしたいんです。後から後悔するくらいならできる限りのことはしておきたい。だから無理しない範囲で、ギリギリまで頑張ります。無理じゃない範囲で。やっぱり自分を追い込んでこその特訓ですから。おお、気合入ってるねさよこ。私もとことん付き合うよ。やっぱり極限まで自分を追い込まなくちゃ、リングに上がる資格なんてないからね。そうだよな、スタメンとしてグラウンドに出るためにはすっげー練習するしかないもんな。はい、のりこさん、すばるちゃん、よろしくお願いします。一緒です。おいおい、何騒いでるんだ？三人の声が廊下まで響いてたぜ。あ、ジュリアとユリコじゃん。せっかくだから一緒に特訓しようぜ。特訓って何のお話ですか？あのね、今度の公演のセンターに私が選ばれて、みんなで特訓しようってことになったの。おお、マジか。やったなさよ、いよいよ目指してた場所に立てるってわけだ。そういうことなら私もその特訓付き合うよ。うちらみんなで最高の公演にしようぜ。そうですね、ここに通りがかったのもきっと運命に導かれたからこそ。私でよければお付き合いします。特訓といえば格闘ものの王道展開。さよこさん、私も燃えてきました。二人ともありがとう、すごく助かるよ。みんなで一緒に頑張ろうね。ありがとうございますプロデューサー。よーし、みんなで公園まで走り抜けよー。
みんな、まずは歌の特訓だよ。あの夕日に向かって走り込もう。よーし、気合十分。アイドルの特訓には最高のロケーションだよね。わかってるって。でもさ、どれくらい走ればいいんだ？もちろん力の限りだよ、スバルちゃん。そっか、わかったぜサヨコ。俺マジですっげー燃えてきた。よし、そうと決まったらさっさと始めようぜ。ぼやぼやしてると日が沈んじまうからな。サヨコさん、私も力の限りついていきますね。よろしくお願いします。うん、二人もよろしくね。それじゃあみんな行こう。あごめん、俺もうダメかも。足が動かないよ、サヨコ。しっかりしなよ、スバルならまだいけるはずだよ。一級入魂の野球魂はどこ行ったの？スバルちゃんはここで諦めるの？夕日はまだあんなに燃え上がってるのに。そっか、あの夕日はまだ沈んでないんだ。ごめんサヨコ、俺が間違ってた。俺まだ走れるから。そうだよスバル、そうこなくちゃ。特訓はまだ始まったばっかりだからね。でもさすがにひたすら走るってのは大変だな。そういえばあのさよこさん、歌の練習のはずだったんじゃ。まずは配達業。みんなお疲れ様。一旦ここまでにしよっか。なんだか息が血の味がします。頑張ったなゆり子。これも日頃のレッスンのおかげか。二人ともお疲れ様。タオルちゃんとみんなの分も持ってきてるから汗を拭くのに使ってね。あとレモンの蜂蜜漬けも作ってきたから、よかったら食べてね。きっと元気になるよ。ありがとうございます。早速いただきますね。サンキューさよ、さすが気が利くよな。私の特訓に付き合ってもらってるんだからこれくらい当然だよ。まだまだドリンクとかいろいろ持ってきたから遠慮しないでどんどん栄養とってね。はい、これなら本番の公演も最後まで全力でやり遂げられそうな気がしてきました。うーん、おいしい。生き返ったよ。レモンと
ハチミツってやっぱり最強タッグだよね。最高に美味しかったぜ、さよこ。さて、休憩はこの辺にして、次は千本ノックだ。ノックじゃないよ、スバルちゃん。次はダンスの練習だから、千本ダッシュだよ。おっと、そうだった。ごめんごめん。元気も回復したし、体も温まりまくってるし、今度こそ俺の底力を見せてやるぜ。おお、スバルやる気だね。だったら私もフルパワーでいくよ。次のステージの始まりだな。ユリコ、いけるか。追い詰められてもうダメだと思った時にこそ真の力が覚醒する、そういうものだと思います。ジュリア、ユリコ、ノリコさんもスバルちゃんもみんなありがとう。最後までみんな一緒に走り抜けようね。まずは一本目、よーい、ドーン。352本目。ノリコさん、この壁を乗り越えた先に新しい自分が待っているはずです。スバル、サヨコ。そうだよね、私何弱気になってたんだろう。リングに上がる前に諦めるプロレスラーなんかいないよね。私まだやれるよ。とはいえやっと半分か。さすがに足の感覚がなくなってきたな。そういえばあのさよこさん、これダンスの練習ですか。まずは脚力。わかりました。ラスト千本目、よーい、ドーン。30回まで行った試合でももっと
と全然マシだった気がする。でもたまにはこういうのもいいんじゃないか。そうですね。私ここまでやりきったの初めてって、限界なんてとっくに超えてて、最後はもう指先しか動いてなかった気もしますけど、でも私でもこんなに頑張れたっていう自信じゃないんですけど、貴重な経験ができました。ああ、少なくともうちらはここまでやれるってことだ。あ、もしかしてさゆこさんはこの特訓でそういうことを教えるつもりで。ううん、そんなことちっとも。私はただやり残したくなかっただけで。でもこの特訓にゴーサインを出してくれたってことは、もしかしてプロデューサーは。プロデューサー、ありがとうございます。私嬉しいです。その期待してもらえて、私公演でも限界まで、ううん、限界を超えてプロデューサーの期待に応えてみせますね。うん、そもそも限界を知らないとそれを超えることなんてできないもんね。けど俺たちもう分かっちゃったもんな。この先怖いもんなんて何にもないぜ。限界なんて吹っ飛ばして駆け抜けるとするか。行けるとこまでどこまでもな。追い込まれて覚醒したのはきっと私たちの心ですね。ありがとう、のりこさん、すばるちゃん、ジュリアもゆりこも、プロデューサーも。今度の公演、最高のステージにできると思います。歌もダンスも、まだまだこれからですけど。でも、絶対にできます。自信があるんです。最後まで絶対にやり抜けるって。
決められた気がするんだよな。わかる。私も全然息が上がらなかったんだよね。もうワンステージくらい余裕でいけそうだよ。つまりそれもさよの特訓のおかげってことだな。私もそう思います。おかげで私、今日のステージで新しい風を感じることができました。そう言ってもらえるとすごく嬉しいな。みんなありがとう。でも私、ステージの上でみんなとはちょっと違うことを感じちゃってたかもしれない。私たちの限界はまだまだ先にあるって。だから私、まだ満足したくない。これからも一緒にみんなでもっと先を目指そうよ。やれやれ、終わったばっかで言ってくれるぜ。でも嫌いじゃないね、そういうの。もちろん、いつかアイドル界のチャンピオンベルトを取れるようにみんなで頑張ろう。あうわー、ごめん、はずいな、変なタイミングでお腹が。でも俺もうお腹ペコペコでさ。いっぱい動きましたもんね。帰りにみんなでどこか寄っていきませんか。焼肉、私焼肉がいい。ねえプロデューサー、連れてってよ。やっしゃあ、ありがとうございます、プロデューサーさん。プロデューサー、みんな早く着替えに行こうぜ。ヤッキー肉、ヤッキー肉。あ、はい、あの、着替える前にもう一回だけ。気になっただけで。私の初めてのセンター公演。
もしかしたらって思ったんですけど、やっぱり、うん、やっぱり私まだまだ頑張らなくちゃ。いつか胸を張って出会えるように、いつかたどり着けるように。プロデューサー、私走り続けますね。私ずっと思ってました。あの特訓の成果はやっぱり一回の公演じゃ出し切れなかったんじゃないかって。それじゃあお客さんもそう思ってくれてたんですね。そうだって信じます。プロデューサー、私今すぐにでもステージに立ちたいです。ありがとうございます。じゃあ早速次の公演の特訓準備しておきますね。Hello everyone, this is Vinny64, the creator of Thank You Million Live Subs. The ending of this commu is a little bit ambiguous as to why Sayoko looks back at the audience and says the things she says. The way I see it is that she decides to take a last look at the audience before going, to see if they really enjoyed her performance. But as she does that, she starts to imagine if some people didn't like it, a thought that brings her down. But not for long, because she takes that thought and transforms it into something positive, as something to compel her to improve and offer an even better performance next time. She's far from reaching her limits, and she'll continue to work hard in order to reach them, for her sparkling tears of hope are being dyed a vivid color.